さあここで向山さんに聞きましょう。新年の楽しみといえば何でしょうか。わあ、やっぱり福袋ですね。なんか何が入っているか分かんない、このワクワク感がね、好きなんですよね。皆さんも楽しみにしてらっしゃることがあるかもしれません、この福袋ですが、こんな福袋いかがでしょう。金沢市の図書館で毎年恒例となっているのが本の福袋。玉川図書館には職員が130のテーマで選んだ福袋が並びました。職員の二野さんが考えた福袋は、こちらの朝活というものを一つ作成しました。休みの日の朝どうしても寝てしまって、もったいない時間を過ごしてしまっているので、私みたいにちょっと朝もったいないなっていうふうに思っている方であったり、いろんな方に手に取って、読んでいただけたらいいかなと思っています。他にはホテルでバカンスのような時間を過ごすホカンス、人気の韓国ドラマをテーマにした福袋など、ユニークな福袋がずらり。こちらの女性が選んだのは、どんな風に生きたっていいんだよです。子どもが学校の研究で LGBTQ とかジェンダー平等をやってたんですよね。でそれを話を聞くようになって、自分は無知だったなってのが分かったので、こういう風な世の中になるともっといいんじゃないかなと思ってこの本を選びました。こちらの男性はこれまで何度も福袋を利用しているそうで、新しい作家に出会うのがね、一つの醍醐味なんですよ。で自分で選べない本もね、選ばしてくれますから、だから自分から程遠いやつを選んだ方がいいかなと思ってますけどね。一昨年はね、ある作家さんに出会って1年で9冊読みました。本との出会いを楽しめる本の福袋は、泉の図書館と金沢海未来図書館にも用意され、なくなり次第終了します。